きげんよう、こうです。今回はヘリコプターランディングをやっていきたいと思います。この技は結構ショーとかでもね、盛り上がる鉄板の技なので、ご紹介していきます。ワンボトルの時にやったこの横回転で投げて取るっていう、これをまんまこのティンの上で横回転で飛んできたものがこうくるくる、ここでくるくる回るだけなんですけど、できると結構楽しい技なのでぜひトライしてみてください。で、投げ方のおさらいなんですが、こうやってがっつりね、こうやって持つんではなくて、指をこう立てて、手裏剣投げしやすいようなね、持ち方に変えてもらって、このまんま手裏剣投げをこうやってする感じですね。で、このボトルを、手裏剣投げで勢いよく投げた後にですね、置いて、まあ、バランスが取れるところが、言ったら実際こうやって支点になって回ってるわけですね。最初からあんまり勢いよくね、こうやってガーって回すと結構難しいので、最初のうちはゆっくりね、横回転で投げて、しっかりバランスが取れるようにしていきましょう。これですね。で、ちょっとしたコツなんですけど、これあんまり上にこうやって投げすぎない方がいいですね。っていうのはやっぱりこう上から降ってきて、ここに乗せるまでにちょっとリスクが生まれちゃうからですね。なのでなるべく自分の体に近いところで、もうこのまんまこうやって最初のうちは練習してもいいかなと思います。で、それができるようになってきたら、次はじゃあ投げてる間にこのティンを右手で持ってみましょう。で、こっち向いてね、こうやってできるようになったらですね、まあ、原理一緒なんですけど、こっちを向いてね、例えばやってみると見え方変わりますよね。じゃあもう前ではちゃんとある程度できるよっていう方はですね、次じゃあ後ろからこうやって出してみましょう。まあ、そもそもこうやって前でしか投げていなかったものを後ろでね、投げるときに横回転にしなきゃいけないので、まあ、最初ちょっとよく分かんないかなと思うんですけど、この投げをこうですね、握り方は一緒です。こうやってあんまり深く握らないで、手裏剣投げ、これをこのまんま後ろでこうやって投げるので、まあ浅めに持ってた方がいいかなとは思います。最初はティンを持たずにね、ヘリコプターができなくていいので、2回転でしっかりキャッチできるようにやってみてください。で、この通常のこの縦のバックスローとは、ちょっとね、勝手が違うので、どうしてもこう頑張ってね、こうやってやりがちなんですけど、このチャンネルよく見てくれてる人はね、もう耳にタコだと思うんですけど、あんまりこう屈伸しない方がいいですよっていう、その頑張った体勢でこうやってやろうとすると、こう、なりがちなんですよね。やっぱりあんまりこう変な体勢でね、いっぱい練習してると変な癖もつくし、腰も痛めるし、あんまりいいことがないので、そういうところもちょっと意識しながら、練習することをお勧めします。はい、今回はこんな感じですかね。いいねとチャンネル登録は忘れずに。ということで、また次回お会いしましょう。 See you!